はいはい、じゃあ、なんかいるな。大きいのがいるね。このなんか手がちょっとおかしいんだよな。こいつの手が。なんだっけ、なんか。あいつが、どうのこうの、みたいな。あのデブが、シャシャって、みたいなくだりか。かけるラインに限界がある以上、なんか、このゲームってあれなんかな。ものすごい俺強えみたいなことって、ストーリー上では結構不可能ってこと。なんかこう、普通の RPG とかってさ、めっちゃレベル上げて、ストーリーの進行サクサクにできるみたいな、まああるじゃないですか。落書き王国はまあ、基本的にそれは、まあ技厳選とかはできるかもしれないけど、かなり難しいってことなのかな。あれいねえじゃん、あいつどこにいんの。ここ通れねえしよ。内蔵作戦しなかったら難しいと思う。まあ、内蔵作戦しなくてもライン使い切った方が強いってことさえ分かれば。ここかな、連れてかれてるけど。遅いでやんす。秘密のギャラリーだったでやんす。殿下様と、マジでマジで、それ見せて見せて。左の穴から中に入る。左の穴、これか。うわー、でこれでめっちゃ罠で中入ったら捕まってしまうみたいな、そういう鬱展開希望。そっから僕は外国に売られみたいな。人間を信用できない。なにこれ、なにこれ、めっちゃ強そうなの。くれこれ、俺にくれ、くれよこれ。こいつのこれ、ブルーアイズホワイトドラゴンみたいなやついた。超欲しい。火花、一緒にあの空き地を守りましょう。うん、あんたから言われるまでもないわ。地下ギャラリーで戦えば本当に僕たち100万ゴールド集められるかも。発想が危ねえよ。地下闘技場で戦って100万ゴールド集めようみたいな、健全な子供の発想じゃないって。それはいい。地下ギャラリーは違法なんで税金取られず払わせっかすぎます。完全にそれじゃん、まんまじゃん、まんま闇闘技場じゃん、ただの。マジで一回行ってみようかな。じゃあちょっと待って、 U ターンがうまいことできない、ちょっと狭すぎて。おう、じゃあちょっとやってみるか一回。ああでも強そう。一応ガチで途中まではやってみるけど、負けそうになったら完全になんかボタン連打します。あ、こんにちは、どうも。地下ギャラリーもちゃんと負けても入るよね、こっちに。金っつうかカラー。地下ギャラリーは負けたら入らないとかじゃない。なんじゃこいつは。男か女か。わからん。男か女かもわからん。どっちだ。どっちにも見えるな。よし。俺のピカチュウ。クロヒョウエド。女に一票。
いや、そうね、女にも見えるけど、女だと思って近づいて男だった時のがっかり感よ。素直に攻撃、惜しかった。これどうでもいいとこでは勝てるんだよな、なんか最初のじゃんけん。公式戦に弱い。公式戦の連中はやらせをしてるに一票。あ、お出かけ行ってらっしゃいませませ。あ、チャージマンかこいつ。こいつチャージマン剣だったか。魔法の成功率を落ちた、おしおし。俺もチャージかな。うわ、チャージしてからの攻撃やばいな。お、耐えてください。で、攻撃にされたらこっちバリアしかねえっていう悲しさ。落ち着いていけ。女かな、でも。やべ、これ、チャージからの攻撃のなんか、負の連鎖に入ったかもしんない。ここで相手攻撃してくるんだったら俺魔法でいいんじゃないか。あ、魔法同士だった。特にそんなことはなかった。安全第一 AI なのかな。で攻撃。俺に先生、あ、チャージか。チャージはやだな。こいつのチャージの回復量でかいな。この技を見ろ。チャージチャージ。バリアだから次魔法がいける。耐えれ耐えれる。バリア、うわ、耐えてるよね。生きてるんだよな、俺のピカチュウは。よしよし、最後なんかバカした。勝ったけど、まあ、相打ちみたいなもんだな、残り11だから。戻れ。なんか、ポケモンマスターみたいな。ポケモントレーナーみたいなこと言ったな。戻れ。そうね、うまくいけば勝てそうだね。相手の方が確実に格上だけど。ここ一発でいいから当てときたいな。あー、ダメか。ここはもう、まあ相手に最初に魔法を使わしただけでもって思うしかないな。俺魔法タイプしかもう残ってないな。ついていけ。いや、バリア切っちゃダメよ、バリアは。こっちには気絶があるんだぞ、気絶が。気絶させたら絶対勝つから。気絶入れ。あー、気絶しない。くそー。じゃあ、チャージだな。落ち着いていけ。ランダム封印。ランダム封印ってランダムで何か封印するってことか。ちょっとやめてやめてやめて。うわぁ、ランダムに、ランダムに技が使えなくなるってなんやねん。あ、今攻撃ができない。これきつくね？今攻撃できないって。相手が今魔法を打ってきたわけでしょ？だったら次やりたいのは攻撃なわけなんだけど。じゃ、ちょっと待って。この場合何したらいいんだ？あれ、このパターンが今までなかったからわかんねえ。確率的には何がいいんだ。あ、もうわかんねえ。もう魔法と。わあ、バリアされた。ああ、もうこれおしまいだよ。ああ、もうこれおしまいだよ。こんなランダム封印とか入ったら、勝てるわけねえべよ。ランダム封印1で入るっておかしくね。てかさ、本当に、最初のじゃんけんのやらせ説に続いてもう一回唱えたいのは、相手の魔法効果入りやすい説。なんかこう、俺の2よりも向こうの1の方が入るような気がする。そんなことはないのかい？お前の落書きはそんなもの。これは適当にやって負けるしかね。負けるしかねえと思ったら、こういう、
謎にじゃんけんで勝ってしまう。落ち着いていけ。なんか相手が急にアホになりだした。なぜだろう。俺に勝てということなのかな。勝てということなら勝ちたいけど、いや、チャージするんかい。俺の欲センサー、マジで。あ、でもそうか、別に。なんか一生懸命考えてたけど、これは負けた方が早いんだから、負ける方に頑張りゃいいんじゃないか。頑張ることもないけど、さすがに地下ギャラリーなんだな。ここでチャージしないでほしいな。もうとっとと勝負を決めてほしいんだが、俺的には。なんか負けようと思うと、なんか無駄にじゃんけんに勝つっていう。これは俺がどうこうっていうより、君がもっとちゃんとすべきなんじゃないか。まだまだ。この技を見ろ。いや、どうあがいても勝てないと思うから、負けた方が絶対早いでしょ。8と255だからね。アイコでもう負けっていう。良いファイトだった。いや、これはもうランダム封印が。三四郎だから男か。で、さっき小次郎で女のパターンもあったしな。あ、黒200。灰色3000。マジか。灰色雷中ってパターンもあるな、こうなってくると。灰色雷中、かっこアローラの姿。いけるな。あれ、今とりあえずどこ行けって言われてんだ。今そういうのないのか。とりあえずじゃあ公式戦か、また。にしても3000ももらえる。しかも負けてだよ。負けて3000もらえるって美味しすぎないかい。あ、ていうか、あのおっちゃんいないかな。あのおっちゃん、あれいなくね。あれ、筆屋のおっさんになんか俺夜逃げされてないか。マジで俺が金貯めたら筆屋のおっさんが完全に蒸発したんだけど。汚ねえよ。俺ただ色を失っただけじゃないか。要件は？なんだ？くそー。でもどんどん強くなってってるし。サイドン？そっか、じゃあ今サイドンとライチュウが一騎打ちってことか。なるほどな。サイドンにするかライチュウにするかっていうとこで、やっぱ相当頂上決戦が行われてるわけですな。お、アルチュ。ライチュはちょっと書いてくれっていう要望が多かったから。いじめっていうのもひどくないか。俺がライチュ書くことにいじめっていうのは。なあなあ、伝人だけじゃない、デンジン。マジでもう最初のじゃんけん負けたくない。じゃんけん、アイコ。なんかアイコでもすごい嬉しかった今。気絶は効かなかったけど、どうせこいつの暴走入るんだろ、俺は知ってるよ。もうほら、もう最低だよこんなもん。マジクソ最低、マジで。こんなん入ったら俺勝てなくね。てか、めっちゃ暴走してんだけど。え、ていうか、暴走一番強くない？だって、魔法暴走どころの話じゃなくない？これ。ただの暴走じゃね？
勝手にバリアとかも使ってんじゃん。え、なんなの魔法暴走って効果。俺はちょっと魔法の確率が一番高いから、あ、っていうか普通になんか間違えたの選んでる。やべ、これもうとっとと負けに行きたい。こんなん入っちゃったら勝てないじゃん。もうまた魔法暴走入った時点でもう絶対勝てないような気がするんだが、俺に選択権がないって鬼畜すぎね。ほらもうこれどうしてっちゅうの。だいたい不利か使えない技を使わされてるって。酒持ってこい。マジでこれマジで言ってんの。こいつ倒したとでもう勝てないでしょ俺。これな、相手魔法がちょっと強すぎるな。おい、お前こっち来い。今回は負けるにしても、この人はあれだ、何？みんなで気持ちよくなるぜ。漫画家さんの落書き持ってるけど、へえ。そう、なんか漫画家とコラボしてたりするもんね。くー、うまいね。ちょっとだから優遇されてんのかな、そういう漫画家の。こいつちょっと魔法がちょっと強すぎるな。漫画家が描いたにしたらなんかこう気持ち悪い色の配色の犬だなこれ。一応もう一回行くか。へえ、松本零士さんなんだ。なんであそこを水色にしたんだろうね。あいつの魔法食らったらマジ勝てねえ。不思議だね。先発なんだ。電人はやめてほしい。まあ電人どこに出てきても嫌なんだけど。はい、来た。天人だった。しかも電人か、点々ついてんのか、これ分かりにくいな。もうここはもうバリアにするしかない。あ、バリア同士か。まあまあまだまだってことは次魔法同士になるよな。魔法同士であいつ魔法暴走当ててくるでしょ。じゃ俺も暴走当てりゃいいんじゃねえか。みんなで気持ちよくなるぜ。相手がバリア呪いとかいうの使ってきた。よしよし、俺も暴走当てたから。暴走が相当強いってことはさっき学びましたが。いや、死なないで。うわー、かけられた。相手別に普通に攻撃してきたけど、暴走別に有利に働かなくね。え、どういうことなん暴走って。俺なんかまだ分かってないんだけど。
何がどうなってんの。あれで別に全然不利じゃなくね。俺の暴走だけ不利だったんだけど、普通にいつも通りじゃん。ほらなんか相手はなんか呪ってきてるし、暴走して勝手に技を選ぶ。はあ、なるほど。まあ、とりあえず電陣は落としたけど、ただ確率が高いというだけでそれを使うわけじゃないわけでしょ。だって相手が攻撃使ってくるなぁと思って魔法を選んだらそのままバリアで返されるってこともあるわけで、結局運ゲーじゃね。この落書きアンパンマンの、へぇ、柳瀬隆。チャージ呪いとかなんか嫌なのをかけてきた。俺絶対相手の魔法の効果に食らうんだけど、なんなんこれ。みんなで気持ちよくなるぜ。あーもうこれ勝てねえ。酒持ってこい。グッといこう。ああ、いこじゃ勝てないな。このあいこじゃ勝てないんだよな。絶対かかるな。苦しい。最後の相手がもうめっちゃ弱いとかじゃない限りは俺まあ負けるだろ。飲まれる。こいつの動きさっきあんま見てないんだよな。だからなんで1のが食らうんだよ。俺はなんで俺のは1が食らうんだよ。俺の3は入んないというのに。ダメだ、バカやんない。全然下手すりゃここで俺死ぬ。まだ生きてた。攻撃やってきたから次バリアだけど、あえて魔法使ってくんねえかな。ダメだ、相打ちだ。相打ちってことは俺が死ぬ。あー勝てない。くー、うまいね。実にもうつらい。そこなんだよな。あ、灰色見てる。黒白多いとバリアタイプな灰色でなるんじゃないか。灰色で。ちょっと試しに灰色でなんか適当に書いていい。灰色ってバリアタイプなのかな。試しにちょっとこれで、あーとかやって。あ、バリアタイプなるわ。じゃあこれにしよう。眠り1 HP 盗み1とか、な、俺の知らない技を持ってるこいつ。じゃあ灰色で書こうかなと思いますけど、
灰色で何描きます？何のポケモンがよろしいかな。灰色一応3600あるから結構描けます。結構デカめの描ける。サイドン、ドガース、ドガース灰色って。ライチュウ、やっぱりライチュウか。やっぱそこはライチュウになってくのか。バリアタイプうまく使わないとただの器用貧乏になる。もういいよライチュウで。じゃあライチュウ書いてみるか、試しにな。できた。お、すごい、なんかライチュウ感はある。何かっつったらライチュウだよね。いいね。あとは目を描けば。あ、っていうか俺結局まだペン買ってないんだよな。あ、もう書けない。なんか変な棒持ってる。変な棒持ってる人になっちゃった。セロリスティック持ってる人みたいな。指揮者。まあなんか、頭良さげな感じで。あと君早いな、なんか、さっきの5分から、この5分のなんか、移行が早くないか。あれ、バリアタイプ。HP 低いなぁ。バリアタイプだからかな。魔界石、水風船1。魔法弱えなぁ、バリアタイプってやっぱり。これで勝てるんだろうか。素早さ一番速いのか。素早さ一番速いな。魔法がガゼン弱いような気がする。とりあえず経験値が足りないって言ったから、1000、2000ぐらいなんか、誰か戦ってみる？あったりするとしか、まあ、もう、すごい入るよ、俺。てか俺、さっきから多分ほぼ 100% で魔法食らってねえか。食らってないことのが珍しいレベル、1とか2でも。2ならまず入るレベルなんだけど。1でも大体7割ぐらいは入ってる。で、僕のは3のでも入んないよ。そういう悪い時の印象が強いだけかな。カラー美味しい。経験値43。ああ、なるほど、確かに強い子の方が多いね。用件は？なんだ？ピカチュウ、ライチュウ、カビゴン。さて行くか。いやー、勝てるといいんだけどね。ちょっと寒いな。よし、やるぜ。このおっさんが強いんだ。なんか持ってる魔法が凶悪なんだ。よし、いけ。最初やっぱあいつなんかな。
なんか絶対あいつの気がするな。ここはバリアで返す。ここが決まんなかったら俺は負けだと思う。うわあ、もう最悪だ。もうこんなん勝てねえよ。またやらせだよ。みんなで気持ちよくなるぜ。ひぃ、わあ、バリア呪い4とかやられた。とりあえずここで死ぬと。せっかくのバリアタイプももうお役ごめん。っていうかバリアが決まらずに終わった。ね、これは自利品だぜ。これバリア同士でアイコ。あの水風船いつ割れるんだ。割れて9か。で魔法同士で俺が先制で勝つ。まあ、これでなんとか。さっきよりはだいぶいい条件では来てるけど。ここでもまだまだ後手後手なんだよな。とりあえずまずチャージ。バリアを切らしたので次魔法が使えるけど、ピカチュウにあんまり強い魔法はないと。魔法呪いだな。お相手がアホした。で攻撃を切らしたからバリア。なんかあれ、相手の AI が弱ってきた。さすがに3回目なので。だから魔法を使わしただけだから攻撃か。なんか相手の AI が急になんか接待してきたからちょっとテンパった。おい、お前こっち来い。勝てそうだけど、なんかこうあれ、今後も俺こうやって勝つのかなっていう、なんかそういうまた別の一末の不安がよぎるんですけど、2回負けて AI を弱らして勝つっていう。強っ、バリアなのに。なんかほら、 AI がなんか露骨に3回目 AI が弱いんだが、足に来たな。絶対今まで取らない行動取ってるじゃん。明らかだよねこれ。露骨なんだがちょっと。みんなで気持ちよくなるぜ。耐えれるかな。あ、バリア混乱。魔法は相変わらず入るな。混乱してるけど、混乱は別に技出せるな。わーい、勝った勝ったけど俺今後は不安なんだが、今後も俺2回負けなきゃいけないの、強い敵が来たら。酔っちゃいねえんだよ俺はよ。これはこれで俺不安なんだが、色は美味しい。とりあえずは良かったけど。そういうなんか運ゲーが過ぎるっていうようなあれはしたけど、それを
カバーするために、3回目なら AI が弱いっていう。そういうリカバリー方式？俺やだな、それで、それで全クリすんの。あ、羽、やった！これは嬉しい。羽描きたい、羽は。羽はちょうど描きたかったな。まあな。